こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、PayPay フリマアプリがスタートします。転売に使えますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この流れですね、PayPay がついにですね、フリマアプリをスタートします。そうですね、その全貌とかですね、使い方とか、まあ、どういった感じですかね。ぜひ紹介をさせていただきます。はい。まずこちらですね。ベイビーフリマですね。で、これ今現時点ですね、これはスマホでしかちょっと利用できないんですよね。はい。で、11月以降にですね、PC で使えるっていうふうになんか検討してるみたいですね。はい。で、これですね、なんで作ったかっていうことなんですよね。はい。で、まずですね、これはヤフーなんですよね。なのでソフトバンクですよね。で、以前ですね、ヤフーの方で、アプリが出てたと思うんですよね。そのメルカリの対抗して作ったもんですけど、これがですね、ヤフーっていうのはもともとオークションででかくした、ね、サイトですね。なので、全然流行らなかったんですよ。全然儲かんないみたいで。それで、今回ですね、ソフトバンクの方が力を入れてね、この PayPay フリマアプリのね、メルカリに対抗して作ったみたいなんですよね。話を聞いてみると。はい。で、まあ、先ほども言ったんですけど、今現時点の理由はですね、スマホでしかちょっと出品ができないですね。私もちょっと試してみたんですけど、スマホのみですね、いろいろ調べてみましたが。で、果たしてですね、これをですね、売れるかどうかって話になっていくんですけど、今ですね、やっぱメルカリが圧倒的に強いんですよ、フリマアプリはもう。で、もちろんですね、集客量も高いし、商品もね、高く売れるのはメルカリなんですよね。で、このままね、使ってメリットっていうのは出品者なんですよね。ラクマもメルカリも、このペイペイも出品できるということで、で、メルカリがですね、転売を今後使えるかどうかって話だった時に、かなりですね、アカウント削除が激しいので、このペイペイをね、使う方が増えてくるかと思うんですね。このですね。なので、ぜひ利用してみるのが一番いいんですけど、儲かるかなしっていうのがあった時に、メルカリがライバルなので非常に難しいと思うんですよね。なので、ソフトバンクの方も相当広告をね、打つと思うので、まあ、良くなってくるかと思うんですが、ちょっとまだ不透明なんですよね。はい。なので、ぜひね、興味ある方はね、出していただければいいかと思うんですけど、スマホだけなので、まあ、11月以降にね、この PC の方、PC で出品できるのも、もう検討しているようで、おそらくは100%出してくるかと思います。はい。だからその時にね、出品していただければいいかと思うんですよね。まあ、ぜひ、私としてはですね、これ結構来るかどうかって話だった時に、ソフトバンクはかなり、力を入れて広告を打ってくるので、売れる可能性は非常に高いですし、うまくいけばね、無在庫も利用できるんではないかと、推測します。ぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube 貸し取り一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。